皆さんこんにちは。私たちの日常生活の中で多くの人々が様々な挑戦と向き合っています。中でも特別なニーズを持つ家族を持つことは多大な愛と同時に特別な責任感を伴います。このような家族の一員を持つことは日々の生活において独特な喜びと試練をもたらしますが、公の目にさらされることの多い芸能人にとってはその挑戦がさらに大きな意味を持つことがあります。今回はダウン症の家族を持つ芸能人について見ていきたいと思います。歌舞伎界のスター11代目市川海老蔵さんは歌舞伎役者だけでなくテレビや映画にも出演するなど幅広く活躍されています。そんな市川海老蔵さんは2010年にフリーキャスターの小林真央さんと結婚して話題になりました。小林真央さんとの間には子供が2人誕生していますが、ダウン症の噂があります。本当なのでしょうか。長女のレイカちゃんは3歳くらいまでブログにアップしている写真を顔がわからないように加工がされていました。これには何か理由があるのではとブログを見た人は思ったようで、そしてネット上では顔を見せられない事情があると推測され、顔を見ればわかるダウン症なのではないかという噂に至ったようです。しかしこの噂は全くの嘘であることが後に公の場にレイカちゃんが登場したことで分かりました。またレイカちゃんの顔が伏せられていたことに関しては、芸能関係の道に進むのか定まっていなかったためだったと思われます。また2014年に熊本の八千代座で行われた歌舞伎ではレイカちゃんが初お目見えしていました。ここまで来ればダウン症ではないことは証明されましたよね。ところが今度は長男の勸玄君にもダウン症ではという噂がありました。おそらく顔がダウン症の子供たちの特徴と似ているところがあるとされていたからだと思いますが、これも明らかに嘘だとわかります。勸玄君は将来市川海老蔵の名を継ぐことが決まっています。ですのでよく公の場にも登場しています。顔の特徴を見てもダウン症ではないでしょうし、市川海老蔵さんもそのようなことは公表していません。ということで2人の子供のダウン症疑惑は全くのデマということになります。もともとバンドザ・ロッカーズでロック歌手としてデビューした陣内孝則さん、1987年に資生堂キャンペーンアイドルグループのシャワーの元メンバーでモデルの秋山恵理子さんと結婚し、2人の息子がいます。陣内孝則さんの長男である陣内太郎さんは調べたところフジテレビのディレクターのようです。そして次男ですが、長男の陣内太郎さんの情報はいくつかあるものの、次男の情報はほとんど見つからないようです。世間では次男の名前はエイトさんという噂があります。ただこれもはっきりした情報ではありません。また生年月日についての情報はありませんでした。そうなると決まって出てくる噂が自閉症ダウン症ではないかという噂です。ただこれは単なる噂です。根拠はありません。その一方、現在大学に通っているまたは一般企業に就職し働いているなど情報が錯綜しています。いずれもはっきりした裏付けのある情報はありません。金ちゃんの週刊金曜日のオーディションに合格して芸能界デビュー、僕笑っちゃいますなど1980年代のテレビ番組で大人気だった風見慎吾さん、1994年に元ミス日本の荒井翔子さんと結婚されています。1996年には長女が、2003年には次女が生まれています。この長女のエミルさんは2007年1月17日に交通事故で亡くなっています。その1年後2008年に男の子を授かります。妊娠5ヶ月の時に胎児の染色体に異常があることが発覚し、ダウン症候群であると診断されました。風見さん夫妻はこの男の子に心と名付けて生まれてくるのを楽しみにしていたそうです。しかし妊娠8ヶ月の時に赤ちゃんのお腹に腹水が溜まっていることが分かり、その2日後に心臓が止まっていることが分かりました。ダウン症候群の赤ちゃんはお腹の中で育つことができない場合も多いようです。明るく健康的なキャラクターで
1990年代のテレビドラマやバラエティ番組の人気者だった奥山さん。2001年に結婚し、2002年に長男を出産、2011年に次男を出産している二児の母でもあります。この次男がダウン症候群であることを2013年3月11日の自身のブログで公表しています。誕生した時小柄でなかなか横断が取れず、生後2日で次男くんだけが入院することになってしまいました。奥山さんは毎日母乳を届けるために病院に通っていたそうです。それでもなかなか体重が増えず、検査の結果心室中隔欠損症であることが分かります。生後1ヶ月で染色体の検査をし、ダウン症候群であることが分かったそうです。生後8ヶ月で5回入院、3回もの心臓の大手術を乗り越えてすくすくと育ったようです。1988年ソウルオリンピック女子 1000m 日本代表であり、タレント活動をされている松野明美さん。2010年から熊本県議会議員も務めています。明るくにぎやかなキャラクターで幅広く人気があります。松野さんは2001年に結婚されています。2008年10月15日に放送された復活の日という番組内で次男がダウン症であることを公表しています。松野明美さんはダウン症の次男を心から愛していましたが、通常の育児よりもはるかに大変なダウン症という病気はなかなか受け入れられなかったそうです。心臓病もあり手術もしたそうです。ダウン症候群の主な合併症の一つに心臓病があります。そんな次男くんもスイミングを始めたり、いろいろと頑張っているようです。松野明美さんは、それまでは何事も一番にならないと意味がないという考え方だったそうですが、障害児専門のデイサービスに通い、日々少しずつでも成長をするダウン症の次男を見ていくうちに、自分のペースで歩む大切さに気づかされたそうです。1983年にスカウトされて芸能界入りした菊池桃子さん。清純派アイドルとして1980年代から1990年代のアイドルです。第26回日本レコード大賞新人賞、日本レコードセールス大賞、女性新人賞を受賞。プロマイドの年間売上も1位を記録するなど、まさに国民的アイドルでした。1995年にプロゴルファーの西川哲さんと結婚、1996年に長男を出産、2001年に長女を出産しています。このお子さんには障害があり、ダウン症候群ではという噂がありました。2015年12月16日に放送されたテレビ番組ノンストップで長女に障害があると公表されています。生後7ヶ月の時に左の手足に障害があり、脳梗塞を起こしていたことが分かったそうです。新生児脳梗塞は4000人に1人ほどで見られるそうです。痙攣や生後4、5ヶ月くらいの時に左右の手足の動きの違いなどで初めて分かることが多いそうです。ダウン症候群ではないようですが、この障害のために会う学校を見つけるのが大変だったそうです。元スマップとして活躍していた木村拓哉さんは2000年12月5日に歌手の工藤静香さんと結婚し、2人の間には2人の娘が誕生しています。その娘たちは現在モデルとして活動しているココミさんとコウキさんです。木村拓哉さんと工藤静香さんの娘として世間から注目される中、モデルデビューを果たした2人ですが、実は以前次女のコウキさんにダウン症の噂があったようです。なぜかというと、長女のココミさんの顔画像は幼少期からネットで流出していましたが、コウキさんの顔画像は全く出回っていなかったからです。そのためダウン症で次女の顔は出せないのではと思われていたようです。さらにダウン症らしきお子さんの顔画像がキムタクの次女の顔画像として出回っていたというひどい状況もありました。今のコウキさんを見たらわかりますが、完全に別人です。悪意を持って根も葉もない噂を流す人がいたのでしょう。噂がささやかれた理由の2つ目は、岐阜の病院で目撃情報がありました。これは2010年頃、目撃団から噂に尾ひれがついていました。静岡県の自閉症やダウン症の専門医がいる子ども病院に、木村拓哉さんと工藤静香さん夫婦が訪れていたという目撃談が出たのです。
通院のため静岡県に別荘を買ったという噂まで流れました。どれも根拠がない噂で、出どころが不明なものばかりです。しかしこれは2010年公開の映画スペースバトルシップヤマトで、木村拓哉さんが岐阜にロケに来ていたことが原因と分かりました。一応噂と同時期に病院に入院していた人が看護師に真相を尋ねたそうですが、噂を否定していたそうです。静岡には静岡県立子ども病院というダウン症で世界的に有名な先生のいる病院があります。同病院に木村夫妻の娘さんは通っていたとされているようです。さらに娘を病院に通わせるために別荘まで購入したと噂されていました。そのため娘のダウン症説が加速したのです。しかしこの噂に関しても、工藤静香さん一家が趣味のサーフィンで静岡をよく訪れていたことから無理やりこじつけたものだったようです。さらに2021年9月16日の VS 魂に木村拓哉さんが出演した際、静岡の別荘の存在を否定しました。遠州浜や御前崎海岸で目撃情報が上がっていたため、サーフィンで静岡を訪れていたことは事実のようですが、ダウン症で入院や別荘についてはデマです。1970年代、数々のテレビドラマに出演されていた五十嵐恵さん、3年 B 組金八先生の生徒の母親役や、渡る世間は鬼ばかりなどを演じており、味のある熟年女性の役を数多くこなしておられます。1983年にカメラマンと結婚、2人の男の子に恵まれます。しかし結婚からわずか5年で夫は癌で他界、この長男に障害がありダウン症候群の可能性があったようです。うまく発音できない、ろうそくの火を吹き消せないなど、おかしいと思った五十嵐さんが病院に連れて行ったところ、口蓋裂が見つかりました。その後小学校に上がるときに学習障害を指摘されます。ダウン症候群ではないようですが、長男の養育に必死になってしまったあまりに次男が反発してしまうなど苦労されたようです。元スピードで現在は参議院議員として活動している今井絵理子さん、今井絵理子さんは2004年にロックバンドイナゴライダーのボーカル翔吾さんと結婚しました。二人の間には息子が生まれているのですが、その息子がダウン症なのではという噂がありました。しかし今井絵理子さんが21歳で出産した長男はダウン症ではなく、高度感音性難聴という生まれながら耳の聞こえない障害を持っていたそうです。2015年12月24日放送の TBS 系白熱ライブビビットでは、今井絵理子さんとその息子のライム君との生活に密着した VTR が放送されました。息子の障害を知った当初は、どうして音楽をやっている2人の間に耳の聞こえない子がとショックを受け、目の前が真っ暗になったという今井さん、涙ってこんなに出るんだというほど一日中泣き続けていたといいます。初めて神様を憎みました、私たちの声を歌を聞かせたかったと、その時の思いを振り返っていました。しかしこの子に映る世界が明るくて楽しいものにしたいという気持ちから、もう泣くのはやめようと誓ったそうです。現在では耳が聞こえないのも一つの個性という考えに至り、ライム君には堂々とみんなの前で手話で喋ってほしいとの思いを明かしています。総務大臣、女性活躍担当大臣、内閣府特命担当大臣などを経験されてきた政治家の野田聖子さん、2005年の小泉純一郎首相が掲げた郵政民営化、当時の郵政大臣であったことから一躍有名になりました。2003年に不妊治療をしていると公表し、大きな話題になりました。2001年に鶴保陽介参院議員と事実婚であることを発表しています。事実婚ですが、帝国ホテルで結婚式を挙げています。40歳から始めた不妊治療は体外受精14回にも及ぶものでした。自分の卵子を凍結保存していたそうですが、2010年にアメリカで卵子提供を受け、2011年に50歳で出産しています。この時子宮を摘出しています。卵子提供に500万、体外受精を含む不妊治療で数百万と言われています。このお子さんは障害があり、
ダウン症候群もあると言われていました。妊娠中に臍帯ヘルニアや肝臓と心臓の異常が指摘されていて、生まれてからは食道閉鎖症もあり、生後11ヶ月で7回もの手術を行っています。心臓の手術の後には呼吸が止まり、気管切開と人工呼吸器を装着、脳梗塞もあったため右半身の麻痺があるようです。テレビドラマなどでも優しい印象が強い船越英一郎さん、その印象とは裏腹に元妻の松井和代さんには財産目当て、不倫しているなど、事実かどうか一切不明の情報を暴露されていましたね。無事に2017年に離婚が成立し、船越英一郎さんは新たな人生を歩むことになりました。船越英一郎さんと松井和代さんの間には子供は一人も誕生していません。しかし船越英一郎さんにはダウン症の子供がいると勘違いされることがあるようです。実は船越英一郎さんはノンフィクションドラマたった一つの宝物に出演しており、松田聖子さんと共にダウン症の子供を持つ夫婦を演じています。そのためダウン症の子供の噂が流れた模様です。バイオリニストの高嶋ちさ子さんは現在はタレントとしてもテレビで目にする機会が増えてきました。高嶋ちさ子さんはお子さんの話をされることも多いですが、高齢出産だったということもあって子供はダウン症ではないかと噂されているようです。ただ実際のところダウン症なのはお子さんではなく実のお姉さんとのことです。身内にダウン症がいることから子供もダウン症なのではと憶測が広がっているのかもしれません。しかし高嶋さんは子供の頃からダウン症のお姉さんがいることを隠そうとせずに、自分の友達の中にお姉さんも入れて一緒に遊んでいたそうです。東尾理子さんは元プロゴルファーとして活躍し、2009年12月12日に俳優の石田純一さんと結婚しています。東尾理子さんは妊娠中にダウン症の可能性を報告していたそうです。東尾理子さんは第一子妊娠中に検査を受けたところ、ダウン症の可能性があると医師から告げられたと報告しています。結局のところはダウン症ではなかったそうですが、このダウン症という言葉だけが一人歩きして、東尾理子さんの子供はダウン症という噂が出たのだと考えられます。いかがだったでしょうか。私たちがご紹介した芸能人たちの家族は、ダウン症という存在が一家にもたらす困難と喜び、そしてそれを共有することの大切さを浮き彫りにしました。これらはダウン症の人々が持つ無限の可能性と彼らを取り巻く社会の支援の重要性を示しています。私たち一人一人が理解と支援を深めることで、より公平で包括的な社会の実現に貢献できるのです。今後もこれらの芸能人たちと彼らの家族が示す勇気と愛に注目し、彼らから学び共に成長していきたいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。